その前にですね、後ろでたくさん の市民の皆さんもご参加のようですので、まあ、申し訳ないですが、皆さんちょっとのぼりを横に置いて倒してもらって、席を詰めてもらえますか、前に寄ってきてください、ね、どうぞこちらの皆さんも。で、後ろで立っていらっしゃる市民の皆さん、よかったら、まあ、テントの中に入ってきてください。こののぼり等はちょっと横っちょの方に、立てかけてください。で、どうぞ後ろにいらっしゃる皆さん、入って来られてください。どうぞ、どうぞどうぞ。後ろからね、やるの、まあ、皆さんちょっと窮屈ではありますが、詰めて入ってください。そうすれば、まあ、ほぼ入れるだろうと思います。どうぞ詰めて入ってください。沖縄市民の皆さん、沖縄県民の皆さん、オスプレイが今日に配備されました。お、頑張ってよ。オスプレイの配備に反対すべく、県民、市民、みんなで抵抗し、オスプレイを折り返しましょう。後ろ救急団、後ろ救急団、どうぞ、どうぞ詰めて、どうぞ後ろに、立っていらっしゃる皆さん、どうぞ、中開きますので入ってください。それで大変ご苦労様です。少し経過を申し上げて、また明日以降の協力などお願いを申し上げたいと思います。このオスプレイ、今日は、まあ、残念ながら、飛来をさしてしまいました。去る26日からオスプレイが来るのであれば、この野岳ゲートで抗議行動しようという提起がされて、あれ以来、今日で何日目になるでしょうか、座り込み行動が続いております。26、27、28と実行委員会の早朝1時間の座り込み行動が行われて、同じく26日の、実行委員会の座り込み行動の後、平和運動センターを中心とする団体で、ここでのまた座り込み行動を継続をいたしました。その中でも27、8、30日取り組まれた、普天間基地の5カ所の、ゲートを封鎖をして、決して普天間飛行場にオスプレイはいらない、入れない、飛来させないという行動を、提供し、実行に、移したところであります。特にこの野岳ゲートについては、28日の日に、機動隊と押し合いへし合いをしながら、なんとかゲート前にデモ隊を、抗議隊を乗り入れることに成功して、そのまま座り込みをして、そして、機動隊が帰った後、バスでゲートを封鎖いたしました。そして、これが28日の日です。29日の台風17号、最大風速50メートル以上が吹き荒れる日でしたが、メインゲートに車を、十何台を横付けをして、メインゲートの封鎖に、成功しました。そして同時に行った、サマシタゲートを封鎖いたしました。そしてその日の晩、この第4ゲートといわれる、市役所前の、ゲートを、米兵たちと小競り合いをしながら、実力で封鎖をいたしました。その時に、真っ赤に起こった制服米軍たちが出てきて、私たちと睨み合いになって、あわや基地の中に、引っ張り込まれてボコボコにされそうなところを、仲間たちに助けてもらいながら、なんとか第4ゲートの封鎖にも成功したところです。そして、中原ゲートを封鎖をして、都合5カ所の、ゲートを封鎖して、なんとか、戦後初めてと言われる普天間飛行場の全ゲートの閉鎖に、成功する、こういう日でありました。みんなで、拍手をしたものであります。
皆さん、それで本当にたくさんの皆さんが10万人集会を開いても20万人集会を開いても何一つまともに相手にしない政府に苛立ちとそして憤りを持ってたと思いますが、私たちの戦いも政府がそのように県民の思いを踏みにじるのであれば、私たちは私たちの戦いをさらに強めて政府に対峙をしていくほかはないんだ、こういう決意でこの間の戦いはみんなで意思を共有しております。つまり私の認識では、沖縄の戦いは新しいステージに入った、新しい高みに立ったというふうに感じています。実力も厭わない、恐怖しない、ことと場合によっては機動隊とでも渡り合ったでも戦いを強化していく、こういうことが確認されたのがこのオスプレイ配備闘争の前段の戦いだっただろうというふうに思います。おつまりの仲間の皆さん、そういう思いに沖縄の大衆運動が立ち至ったのは、何を隠そうか政府の仕打ちがそうさせたんだというふうに理解をしています。ぜひ、この戦いを、さらに前進をさせて政府を本当に驚愕させるような戦いを作りながら、オスプレイを本当にこの沖縄から叩き出す、そういう運動にしたいとこのように思っています。昨日まで今日まで、そして昨日の戦いで、得意されるべきは普天間ゲート、そして今日のこの野崎ゲートの攻防戦を経て、最後に座り込んだ人が全部実力でこのガードレール沿いに装甲車が3台並んで、ガードレールと装甲車の間わずか2メートルぐらいの距離に、何百名という人が押し込まれて延々と3時間半です。3時間半閉じ込められて、トイレにも立たさない、機動隊が多数下がって、中は蒸し風呂のような熱の中状態の中で、食料も水も差し入れさせない、そして3時間半缶詰をして、怒りの声が上がったところです。そこには、元弁護士会会長の三宅弁護士、沖縄の誇る、池宮家弁護士、多くの皆さんが参加をして、弁護団も含めて閉じ込められて、悲惨な目に遭いました。何度も何度も突破するために中で実力行使で機動隊を跳ね抜けようとしましたけど、逆に機動隊が歩道の高みにいるために、力負けをして、力負けをした瞬間総崩れでまた倒れ込む、また怪我人が出る、そういうことを何回も繰り返しながら3時間半閉じ込められたところであります。私はやっぱりこういうことを見ていると、なんでここまで警察が凶暴になるのか、なんでこのように実力行使をしなきゃならないのかということを本当に思いますが、今日少し新聞にコメントをしましたけど、日本政府の圧力が、日米政府の圧力が沖縄県や沖縄の警察にここまで強くのしかかっているんだというふうに感じてなりませんでした。それは取りもなさず、日米安保体制の今最大のキーワードであり最大の焦点となっているオスプレイに沖縄が一丸となって反対の輪を強めて団結をして、ついに最後には普天間ゲートの主要な5つのゲートを全部実力で封鎖してしまう、そのことに対する憤りと恐怖があるように沖縄の機動隊を凶暴にさせたんだろうというふうに思ってます。それは私たちの戦いがそこまで追い詰めたんだ。私は自信こそ持つすれ、この昨日ごぼう抜きされたからといって決して失望することでもないし、心が折れるものでもないというふうに思っています。松村さんもそのようにまず理解をしてほしいと思います。そういう戦いをしました。そして今日からもまた引き続いて座り込み行動をしております。今日確認をしたのは、朝7時から夕方6時まではこのゲートに参集をした多くの市民や、現職を退いた先輩たちが占めています。そして、今日本当は6時で終わるという、確認をしてありましたが、幹事会の中から、働いている仲間たちは6時以降でないと集まれないんだ、6時以降から8時までは現職の労働組合労働者で、頑張るからそうさせてくれという強い申し出があって、実はこういうふうに8時まで取り組もうということになったわけです。そのことはテントの中でも集まってくれた市民の皆さんや多くの OB の皆さん伝えてありますので、
労働組合の皆さん、明日正式にはセンターの三役で協議をして皆様に発表して通知をいたしますが、そういう経緯で8時までの確認をしておりますので、ぜひ意識的に声をかけて参加をしてください。そうでないとですね、労働組合の新幹事や陸主務人相で天と秋投資が超恨んさと、一人を恨んと言われたらまたこう笑い物になりますのでですね、ぜひ声かけをして各労組がここに集まるように声かけをしてあげてほしいと思います。なおここは原則はそういうことであって、多くの市民の皆様もまた6時以降しか仕事が取れないということでここに参加もしてるんだと思います。どうぞ市民の皆さん、短い時間ではありますが一緒にここに座って今日オスプレイがやってきた日をゲート前で悔しさをかみしめながら、必ずや私たち市民の力で押し返すんだ、押し返す日は必ず近いうちにあるんだ、決して無理ではないんだということを確認し合う座り込みであればと思っています。その意味でどうぞ狭いテントではありますが中に詰めて座って、しばらく時間一緒に行動していただければと思っています。よろしくお願いいたします。長々となりました。事務局長の報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。やむしろ、事務局長大変ありがとうございました。やむしろ事務局長からあったようにですね、この戦いの経過しっかり、マスコミの中でも報道されますし、県民に伝わり全国に広がり、その運動の輪がですね、このオスプレイを本当に沖縄は嫌なんだと、でしっかり私たちの周りにいる政治家にももっともっと動いてほしい、決議すべていろいろやってきました、しかしそれでも頭ごなしに来るというのをもっともっとやらないといけないという私たちのこの運動のみではなく、そういう政治家の皆さんにもぜひ次の行動何ができるかというのをですね、ぜひ、身近な、知り合いの政治家がいらっしゃいましたら声かけですね、また明日早朝から、うち中臼の村長も参加するという話も、今日決めましたので、下部組長も多くの組長が出てきてですね、この運動をいつまでやるっていうのが決まってますので、しっかり、伝え合い、でさらに近所含めですね、時間ある方、職場の仲間も含め時間があれば、ぜひ呼びかけ合い、6時以降もこちらの行動の方に参加の方をお願いしたいと思います。残り、15分、本当に肌寒い中ですね、体調も管理も厳しいとは思いますが、ぜひあと15分ですね、待って、頑張っていきたいと思います。後ろの方ガヤガヤ始まっておりますが、気にせずですね、市民の皆さんぜひ前の方に詰めていただいてですね、ぜひ詰めていただいて、展開していきたいと思います。それでは、吉野さん、それでは、長村食堂副院長、伊賀義人さんの方から一言連帯の挨拶をお願いします。大変お疲れ様です。私は隣のですね、中村さん副院長として今日ですね、強行配備されたということで、身近な話を聞くとですね、なかなか質問がですね、上空をですね、飛んでですね、宇宙パキッチですね、配備されたという話もお伺いしました。基地はいらないということでですね、宇宙パキッチは嘘ということで、頑張ってきたんですけども、政府はですね、オスプレイをですね、沖縄にですね、配備したということで、しかもですね、身近に感じるのは中野の上空ほど飛んでいるということですので、ぜひですね、オスプレイをですね、最後までですね、撤去するということをですね、お伝え申し上げてですね、全体の共に頑張りましょう。はい、ありがとうございます。私も、
こういった、運動に携わりですね、早まあ20年くらいになりますが、最初のこと僕はちょうど20歳になります。このうちの長男が20歳、で初めての参加が、カデナの方位からでした。さらに普天間の方位含め校庭1号沖縄にはずっと平和闘争がある。いつになればそれが終われるのか。普天間の方位もあれで終わりにしよう。それが終われない。いつになれば基地がなくなるのか。お昼に、名前忘れたんですが外人さんが言っておりました。すぐ安保を破棄するというのは25年かかるということも言ってました。しかし私たちが求めているのはそこである。しかしそのためにはまず今何ができるか。このオスプレイの廃止、オスプレイの配備をこう、撤回させる。絶対飛ばさない。で次に言えるのは普天間基地を撤去するのは当たり前のことであり、次にできるのが沖縄からマリンを出す。沖縄にマリン不要論をもっと広めないといけない。マリンなんて必要ないんだよというのをしっかり選考にアピールする。その次に何かが全部の基地を撤去する。そういったですね、まあ、全てを一挙にやろうという気持ちは分かります。その気持ちを持ちながらしっかりですね戦っていく。しかしその段階のまず一歩としてこれだけ政府がアメリカが、強行配備したオスプレイにの配備を絶対撤回させてですね、沖縄で絶対飛ばさない。北まではいい。もう一回岩国返せばいいんですよ。あっちの市長は OK って言ってるわけなんだから。あ、岩国の人すいませんね。本当に沖縄にオスプレイは絶対必要ない。で普天間も必要ない。で次にマリンも必要ない。それが最終的には沖縄の全ての基地の撤去につながる。それをですねぜひ、私もこの、育ててきた息子に引き継ぎ、私一代でできるかわからないです。しかしそれをしっかり継続していくというお互いの運動の力がですね、沖縄の最終的な平和な島というのを本当に作れるんだろうと思っています。そのためにも、今学生の皆さんもいると思いますが、運動も頑張り、婚活もしっかりこれから、まあ、就職活動も頑張ってですね、婚活も頑張り、しっかり家庭も持ってで子供たちも作ってで平和な沖縄を伝えていく。自分が思っていることを次世代につなげ、つなげていく。そこが大事です。お互い運動これのみではないです。いろいろな戦い方があると思います。でその中の一つとして本日いるわけですから、ぜひ、学生の皆さんで多く後方にいらっしゃる市民の皆さんもですね、この戦いを、多くの方にですね、広めていく。10万人集まった。ただその気持ちが10万人から20万、20万から40万、で強いては140万県民がですね本当に必要ないという気持ちになっていかないと沖縄は絶対昔の琉球というところに戻れません。武器も持たないで何もしないでいれる沖縄、それが一番いいわけですよ。米軍もいらない、集団自衛隊もいらないというのをしっかり作っていく。武器を持たない沖縄をしっかり作り上げていきましょう。私もずっと喋ってますが、あと10分どなたかぜひ、後ろの方でもよろしいですがありましたら大丈夫ですか。これはやっぱり日本のね、独立になることなんで、そういうことはね、守っていきましょう。頑張れ。お前、昨日覚えて、おしゃべりするしゃあないか、お前。黙っとけって。あ、分かった。まあ、もう、やだから、東大英語学って言ったら、駅前留学してこいよ、お前。ええから、しゃべんな、お前。おい、そこのクラス買ってバカ。おい、早く、黙れ。分かった。分かった。はい、それではですね、残り10分になっております。これから、申し訳ないですが、切り捨ていただいてですね、祝福コールを、やり、最後に頑張ろうで、明日へしっかり継続していきたいと思います。はい、それでは、右が警察の訓練をやって基地に向きましょう。ゲートに向かいましょうね。ゲートに向かって、それでは行きます。はい、それでは行きます。オスプレイ配備反対。オスプレイ配備反対。沖縄の空にオスプレイは飛ばさないぞ。
日米両政府は県民の声を聞け、日米両政府は県民の声を聞け、高いヘリパッド建設反対、高いヘリパッド建設反対、高いヘリパッド建設反対、辺野古新基地を許さんぞ、辺野古新基地を許さんぞ、オスプレイ配備反対、オスプレイ配備反対、米兵は沖縄から出てけ、米兵は沖縄から出てけ、すべての軍事基地撤去、すべての軍事基地撤去、オスプレイは絶対飛ばさないぞ、オスプレイは絶対飛ばさないぞ、オバマ大統領、沖縄県民の声を聞け、オバマ大統領、沖縄県民の声を聞け、野田首相も聞け、野田首相も聞け、新内閣もみんなで考えろ、新内閣も県民の声を聞け、県議会の議決を尊重しろ、市町村議決を尊重しろ、絶対にオスプレイは飛ばさないぞ、絶対にオスプレイは飛ばさないぞ、我々はオスプレイ撤去まで戦うぞ、最後ですね、締めの挨拶と、もう一度だけそのまま立ったままで、明日へつながる頑張ろう、地区の議長からお願いしたいと思います。はい、はい、肌寒くなってきました。この中ですね、最後まで、総理組の関係です。本当にはお疲れ様です。ありがとうございました。先ほども挨拶にもありました、これは長い戦いになります。ぜひまたみんなでですね、団結して頑張っていきたいと思います。皆さんの怒りを、拳に込めて力強く握ってください。オスプレイ、強行配備されたオスプレイを追い返し、普天間はじめ全基地が撤去されるまで、私たち労働者、県民、国民、そして世界中の有志のみんなと連帯し、団結して頑張ろう、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 はい、それではですね、あと3分ほどで8時になります。身の回り、地理を残さないようにですね、片付けながらで、明日、明朝7時、先ほど山城事務局長からあったように7時からの早朝行動またありますので、ぜひ今晩はですね、睡眠をしっかりとられて、また明日から元気な顔で、こちらの方に運動に加わりましょう。本日大変お疲れ様でした。これは普通に畳んじゃえば、これかな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 、
ありがとうございました。IWZ の原です。今日は、岩国の方からオスプレイが6機普天間に、飛来して、普天間に配備という形になりました。まだ、岩国には6機残っていて、まだ6機岩国には残っていて、まだ時間は未定です。 日にちは未定ですけれども、まあ普天間に配備されると思います。ちょっと場所変えましょう。県民大会には、
米軍基地関連の県民大会では過去最高の人数が集まったほど、沖縄では、オスプレイ配備に対し反対の声が強い中、今日ロッキーが、普天間にやってまいりました。抗議の座り込みをしていた参加者の方々は、落胆や怒りの表情も、見せてはいましたし、実際に落ち込んでいる方々も落ち込んでいる方々も多かったんですけれども、それ以上に、普天間の全ゲートを封鎖したということは戦後、初めてのことで、これからも、基地、の これからも基地の、返還を迫る平和運動は新たな段階に入ったというようなことも主催者の方々はおっしゃっていましたし、オスプレイが搬入されたからといってこれから運動が弱くなるということはないと思います。むしろ今後オスプレイをきっかけにさらに沖縄の基地負担に対する抗議の声は強まっていくのではないかなと思います。残り6機がいつ来るか分かりませんし、僕たちもいつまで沖縄に入れるか分かりませんが、日曜日までは、この集会が続くということで、僕たちが日曜日まで入れるか分かりませんが、なるべく、中継してお伝えしていきたいと思いますし、地元沖縄の、中継市民の方々とも、協力し合って、なんとか、伝えられる限り、現地から状況を伝えていきたいと思います。長時間ご視聴ありがとうございました。